雰囲気良さそうやな。お疲れーす。長浜の焼肉屋いるんですけど、肉すごい最高です。肉すごい、ちょっと高いなと思った。めちゃくちゃ美味しい。まあ、価格でちょっとビビってんだけど。あ、めちゃめちゃ色いい。サシが入って美味しそうです。美味しそうです。すごい。久しぶりの出張先で。タンもすごいです。うまいやん。うまっ。コスパいい。コス、うん、普通。コスパ普通。未だに忘れられない。前の動画に上がってると思うんですけど、あの歌ホル香川県のあそこはほんまに2月賞の歌ホルは最高やった。最高やった。すごいわ。美味しそうな。もうすごいわ。ありがとうございます。あ、なんかすごい。レベルめっちゃ高い。肉の色がね、サシ入ってほんまうまそうっすよ。いや、すごい。特製ユッケ。サラダも。あ、めっちゃでかいよ。いや、いいわ、いいわ。まあ、食べていきましょうか。おいっす。おいっす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めちゃめちゃうまかったな。美味しかった。蓋開けたら。高いかな、思ったけど、結構量も入ってて。ああ。で、肉の質もめちゃめちゃ良かった。めっちゃ良かったな。いやー、長浜、ええー、とこやな。長浜来たら決まりましたね。ルートインからのこの焼き肉。間違いない。ごちそうさまでした。ごちそうさま。今からリオの誕生日なんで、電話かけます。もしもし。リーちゃん。何してんの？絶対うせやろ。電話しとったやろ。違うで、今松屋に宿題聞かれてる。ああ、そうなの。誕生日おめでとう。うん。おめでとう。なんか欲しいもある？俺に現金くれてんねんから。リオ、現金がいいの？俺の愛をあげるわ。絶対よ。うん、おやすみ。バイバイ。おやすみ。はーい。俺の愛はいらんらしい。結構淡白な娘さんで。はい。めっちゃいい天気。皆さんおはようございます。今日も一日頑張ってきます。今滋賀県の長浜市っていうところにいるんですけど、まあ結構自然が多くて散歩もこんな感じですごい気持ちいいです。まあ、今日一日頑張ってきます。
今名古屋にやってきました。ちょっと岐阜、滋賀、名古屋と行き来しそうけど、ね、ラスト1時頑張りましょう。名古屋、お疲れ、ラストナイトで、お疲れです。うまいですね。集合しました。おいっす。おいっす。宣伝宣伝。YouTube 流す。流す。どうも。あ、すいません。ノンアル。ノンアルビールで。ナビの。YouTube 流す。YouTube 流す。いや、頑張ってますよ。名古屋であのバスケットしてるんですよね。そうです。クラブハウスで、クラブハウスでアプリ知り合って、インスタもね、そうですね、フォローして、今回初めて時間が、ね、あって、せっかく名古屋にいらっしゃるということで、会いに来ました。いやー、なんか嫌やね。何が？なんか、声だけやったから、クラブハウス。はいはいはい。すごく嬉しいです。そうですね。実際、楽しみたいと思います。イメージ通りですか？イメージ通り。ああ、よかった。弟はどうですか？イメージ通りですか？はい、イメージ通りです。クラブハウスで酔っ払ってばっかりで懐かしい日。じゃあ今日はちょっと軽く飲んで。僕は飲まないですけどね、車なんで。あ、ノンアルで飲ませます。やめときます。はい、いつもいいです。あ、そうです。はい、それは、はい、取りたいか。はい、はい、あ、ありがとうございます。じゃあ今日は素敵な出会いに。乾杯。皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。また明日頑張りましょう。